堀内孝雄の不愉快ウォッチ。堀内孝雄さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。唐突な話題になっているライドシェアですけれども、はい、まあ、アメリカはウーバーがとか中国では、まあ、同じような形でやってるの で、海外事例は、まあ、たくさんありますけど、はい、中国は中国で、まあ、国がやると やるわけで、はい、規制をどちらかというと、もう規制なんか考えずにイケイケどんどんでやってるわけですよね。あ、アメリカもそれぞれの個人的な責任において、まあ、身の危険も銃持って守りなさいみたいな国ですから、はい、別に危険であったりとか安全を行政が確保するっていうことは、まあ、二の次になってるかと思うんですけど、あ、まあ、でも他の国で別にそういうふうなことは、まあ、言われてないわけなんで。そうですよね。うん、で海外事例でなんかシンガポールが、はい、そうですよね。森議員はシンガポールで成功してるみたいな言い方を、あ、そんな話があるんですね。はい、でも実質的にそのシンガポールの、現状なんですけど、はい、利用可能な地域ってないんですよね、そのライドシェアができる地域っていうのは。でなおかつ現在の規制では禁止されてるわけですよ。あ、今はもう、これね、大阪府がね、はい、実際にこれはちょっとかなり前の話になるんですけれども、はい、安倍政権時代に国家戦略特区、今の、まあ、カジノも同じですよね、はい、国家戦略特区を導入するって言った時に、このライドシェアもその、規制撤廃の一つとして挙げられてはったわけなんで、はい、これね、平成の28年に、未来投資会議っていうのが行われてて、その時の、会合の資料でライドシェアの諸外国の導入状況っていうのが、まあ、だからちょっと古いんで今現状のシンガポールについての話ではないんですけど、ただもし導入されてるとしたらこういう形になってますよというのが書かれてます。でちょっと長いんですけど読みますと、うん、第三者タクシー予約サービス提供者法っていうのがこうあるんですね、シンガポールで。で配車ができるのはタクシーの営業資格を持った運転手と車両のみとなっていると、うん、でシェア事業者は陸上交通局への20以上の車両等登録が義務付けられているほか、うん、運賃体系等についても規定がありますよと。なお陸上交通庁は、17年上半期ですね、2017年上半期までに自家用車ライドシェアについて専用運転免許を設けるなどの規制改定を行うことを発表したと。だからこの規制改定をもってシンガポールでは導入されたと思いますけど、実質的にはそのライドシェアをするためにはその個人は専用運転免許を取得しなければいけないと、はいはい、まあ、ある種の規制はかかっているわけです、ね、ああ、人を運ぶということですから。そうですね、やっぱり一段階上っていうんですかね、普通の運転免許じゃないっていう。そうですね、ただその車が運転できるできないっていう問題じゃなくて、はい、おそらく、まあ、単なるその予想とか想定だけですけれども、例えば、うん、同乗者保険をの上限であったりとか、はい、あるいはその乗せるための車の仕様であったりとか、はい、っていうふうなものもある程度はこういう免許制の中に入ってくるんではないかなとは思われるんですけれどね。車整備そのものも今の現在の日本のタクシー、事業所に対してもそういうふうな単なる車検とかだけじゃない点検義務であったりとか、はい、今だとアルコール検知の義務化とか、はい、いろいろありますから
何でもかんでも、許可すれば、今の状態でライドシェアを許可すれば、それこそあのアルコール飲酒していても、うん、なんかそんなんでやったりする人間が現れないとも限らないので、そういうふうな場合に、実際には許可した行政責任っていうのは問われると思うんですよね。ですよね。あの道交法78条の3項で規制されてるらしいんですけども、でも森議員はですね、あのアプリが総合評価をするから安心なんだと、だから利用者が、まあ、悪い業者だったら悪いって評価するから、その悪い人が淘汰されていくからみたいなね、うん、だからそれは、ね、あの中国的な発想ですよねそこは、まあ、とりあえず導入してみようと、はい、で具合悪い部分は直せばいいじゃないかみたいな話ですけど、はい、いや日本ってそういう法体系で運営されてきた国でもないんじゃないですよね。だからそれを民衆が受け入れれるのかっていう話に一本でなるし、うん、日本の場合はそれこと起こってしまったらあかんやないかっていうのが、はい、今ずっと例えば、つい最近でやったらその、あの危険運転致死罪とか、はいはい、この辺の規制新たについてるっていうのはそういうふうな死んでからでは遅かったけれども法規制やっていくっていうふうな形になってるわけなんで、はいはい、事故を起こってから規制すればいいじゃないかとか、淘汰されていくっていうのは、淘汰されていくのはあれや集合地で数が多くなればそういうふうな自然淘汰がされていくわけやけれど、その数待つんですかみたいな話ですからね。ですよね、はい、なんか絵に描いた餅っていうんですかね、いいとこだけをこう取ってきて、あのそうなってるじゃないかっていう言い方がすごく強いんで、あの実際、まあ、府の担当者は通学とか通院とか介護については国交省の大臣の許可があったら今でもですね地方ではあの取り入れてるというようなことを言ってましたけども、まあ、そうじゃなくて万博に向けて大阪では特区にして許可するんやみたいなね、うん、そういう勢いのなんか発言でしたですね。でもあまりにも場当たり的ですよね。そうですね、あの特区内であれば何でもできるっていうふうな、じゃあ大阪市内大阪府か全域を特区にするんですかみたいな話で、そうですよね、はい、あのどこからでも運べるみたいな話をされてるようなんですけれど、それはあまりにもちょっと、無茶ですよね。そうですよね、うん、で一方ではですね、あの河内長野にある河内長野とか、あの千葉赤坂村の金剛バスっていうのがですね、はいはいはい、もう今年中でなんか廃業ですかね、廃業すると発表されて今各行政と金剛バスの方とで協議やってますよね。そうですよね、うん、でまああの阪急バスもあのまあなんていうんですかね、路線の廃止とかですね、はい、言ったりして、だから公共交通っていうか住民のその交通をどう確保していくのかっていうね、そういうこうきちんとした長期的なビジョンみたいなのがですね、あの示されなくって、そのなんかライドシェアっていうハイカラなものを言ったらね、何か解決できるみたいなね、いう形でこうお茶を濁してるような気もするんですけどね。あまりにもその部分部分で話されてるようなんですけれども、はい、あのライドシェアっていう部分だけを取り上げてするんじゃなくて、うん、こういうのってあの都市交通全体の中でどう位置づけるかっていう話になりますし、そうですね、あの都市計画の中でその例えば大阪府なら大阪府、大阪市なら大阪市の、都市計画の中で交通はどのようにしていくんだっていう、うん、長期的な計画ともっと地に足のついた、町づくりであったり都市づくりの一環として、そのやっぱり交通体系をどう考えていくのかっていうふうな形でのことを考えなきゃいけないし、今あのあれですよ、カーボンニュートラルで2030年までにやっぱり排出ガス規制っていうのをやっていかなきゃいけないっていう状態にある現代において、
ライドシェアで車の規制なくどんどん走らせればいいやんっていう発想はちょっと、あまりにも前時代的ではないかと私なんか思いますけれども。ですよね。まあ一方でなんか理由付けとしてタクシーの、まあ、運転手の高齢化の問題とかね、少数になってきてるっていうようなことでなんか言い出してるんだっていうような話がありますけども、それはまた別の問題ですよね。そう、都市全体として公共交通なり、その、まあ、私鉄も含めて、はい、市民に対してどういう交通環境を提供するのかっていうところの視点がないと、まあ、あまりにも唐突で場当たり的としか言いようがないですよね。そうですよね。やっぱり50年先ぐらいをですね見越したその交通の在り方みたいなのがねやはり問われてて、でそういうことから現在をどうやっていくのかっていう問題にしないと、本当に今言われたように場当たり的、その場限りの改革を進められても困るんですよっていうのが、まあ、この10年間だったようにも思うんですけど。そうですよね、はい、そもそも、まあ、陸の孤島のようなところで万博やったり IR 作ること自体がですねもう交通の問題から言ったらむちゃくちゃな話ですもんね。まあ、この問題、まあ、今後どういうふうに動いていくのかを、まあ、注視しながら、はい、本当にもう少し都市のことを考えてほしいなというところで、そうですね、はい、またいろいろ府議会のこととか、そうですね、行政のことを聞かせていただきたいと思います。はい、また続けていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。